メタルチャーチはアメリカ合衆国出身のヘビメタルバンド。スラッシュメタルが成立する黎明期の時代からスラッシーなサウンドを内包したパワーメタルを展開し後続に影響を与えてきた老舗のグループ。ノイスブームにアメリカンハードロックの要素と驚くほどタイトなミュージシャンシップや突き刺すような叫び声のボーカルを組み合わせてスラッシュメタルの形成に影響を与えたと言われる。 1980年にアメリカ合衆国のサンフランシスコで結成されたが、翌年にワシントン州のアバディーに拠点を移している。短期間だが、シュラップネルという名前を用いていたこともあった。デビューアルバムは1984年にリリースされており、最新作は2016年のイレブンスアルバム、クシー。中心人物のカート・バンダー夫婦は一度バンドを離れたが、 復帰以後は、バンダー夫婦が主導権を握り、作品のほとんどを手掛ける。ドイツ・ゲルゼンキル・ヒエン公演1980年、カート・バンダー夫婦らを中心に、サンフランシスコを拠点にして結成された。この時期にオーディションを受けた人物として、後にメタリカのドラマーとなるラーズ・ウル・リッヒがいた。1981年に、デイビッド・ウェインが加入し、1984年に、 ファーストアルバム、メタルチャーチ、1986年には、セカンドアルバム、ザ・ダークをリリースしたが、1988年に、脱退、1989年、マイク・ハウが加入してのサードアルバム、ブレッシング・イン・ディス・ガイズ、1991年には、ホースアルバム、ザ・ヒューマン・ファクターをリリース。この時期の作品は、バンドの最高傑作と評価する声も上がった。 1994年にはマイクが脱退し、事実上改ざん。1998年に再結成を表明し、デイビッド・ウェインが復帰、翌年シックスアルバム、マスター・ピースをリリース後、再度脱退する。ボーカルが2004年からロニー・マンローに交代したが2014年に脱退。2015年からマイクが再び復帰した。デビュー前デビュー後、メタルチャーチ、メタルチャーチ。 アルミューズイック2016年6月23日閲覧ザ・ヒューマンファクターレビューエンターテイメントウィークリー2016年6月23日閲覧バンドヒストリーページメタルチャーチ 2007METALCHURCHMUSIC.com2011 年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ 2011年10月24日閲覧。メタルチャーチ数リリースクシー、アルバムインマーチ。blabbermout.net。2016年1月5日閲覧。アルバムレビューメタルチャーチ。ディスプレゼントウェイストランド。メイルストロム。2012年4月29日閲覧。ブレッシングインディスガイズ。メタルチャーチ。 アルミューズイック、2016年6月23日、閲覧。メタルチャーチから、ボーカルのロニー・マンローが脱退アマス、ハットメタルチャーチに、ボーカルのマイク・ハウが復帰アマスハット、メタルチャーチ、ラウドパーク15出演をキャンセル。劇、ロック・エンターテインメント、2016年6月23日、閲覧。ラウドパーク16、チルドレン・オブ・ボダム。 メタルチャーチの出演がキャンセルに、劇、ロックエンターテインメント、2016年6月23日、閲覧、ありがとうございます。